今回は使わなくなった登山道具をメルカリで売ってみようと思います。皆さんこんにちは、なるです。今回は UL 化計画という登山道具を軽くする企画をやっていく中で使わない登山道具が増えてきたのでメルカリで売ってみようと思います。クローゼットの中にしまっておくのもその場所を取ってしまうので、せっかくなら売って新しいギアを買う資金にもしたいと思い、この企画を思いつきました。登山道具がどれくらいの値段で売れるのか、どうやって売るのか、梱包の様子なども詳しくお伝えしたいと思います。今回のやり方は私が普段メルカリを利用しているやり方になります。メルカリは無料で使えるフリマアプリです。自分の使わなくなったものをアプリで売ったり買ったりできるサービスのことです。私も普段からメルカリで物を買ったり売ったりしています。とても簡単に利用できるサービスです。メルカリの使い方についてです。簡単にメルカリの使い方をご紹介します。まずメルカリのアプリをダウンロードし、会員登録をします。その後売りたい商品を登録、発送の設定、販売価格の設定、梱包、そして商品を発送します。詳しい使い方はメルカリの公式サイトを参考にするか、 YouTube でメルカリ使い方で検索してみてください。まず出品する商品を紹介していきます。まず一つ目はザックです。ザックはこれです。オスプレイのエイリアルプラス60のザックです。このザックは私が初めて買ったので思い入れがあります。思い出があるのですが、UL化していく中で少し重たいと感じて、新しいザックを購入したので必要がなくなってしまい売ることにしました。次にシェラフです。シェラフはこのナンガとカモシカスポーツのコラボのものです。このシェラフも私が初めて買ったシェラフです。テント泊の寒い時何度も助けられました。軽量化していく中で新しいシェラフを買ったので売ろうと思います。次にトレッキングポールです。ブラックダイヤモンドのディスタンツという商品のものです。これは登山中に楽になるかなと思い買ったんですが、出番がなくなあまりないので売ろうと思います。次にこのプリムスのウルトラスパイダーストーブ2です。こっちにガス管をセットして、こっちにフライパンとかを置いて安全に調理ができる、この2つが分かれてる分離式のものなんですが、あまり使用頻度がないので売ろうと思います。次にクーラーボックスです。クーラーボックスは軽量化していく中で使わなくなったということと、こっちの4リットルのクーラーボックスはもう一つ同じものを持ってるので、今回はこっちを売ろうと思います。登山道具ではないですがカメラのレンズも売ろうと思います。ソニーのズームレンズになります。このレンズは山のダイナミックな姿から小さい花とかの小物までを撮れると思い購入しましたが、あまり使用頻度がないので今回は売ろうと思います。ここからはあまり使わなくなったので売りたいと思います。このオスプレイとノースフェイスのザック、オスプレイのレインカバー、レンズのフィルター2枚です。実際の出品方法を紹介します。出品する商品が決まったので、商品をアプリのところに登録していきます。まずはプリムスの商品を例にやっていきたいと思います。スマホを使って商品を出品していきます。まずアプリを開き、出品のボタンを押します。そうすると出品へのショートカットと出るので写真を撮っていきます。写真を撮る前に汚れている部分があったら綺麗に拭いたり洗ったりしておきます。汚れている部分があればそこの部分も写真に撮っておいた方がいいです。まず写真を撮ります。いろんな角度から写真を撮っていきます。
いい写真が撮れると売れやすくなります。写真が撮れたので完了ボタンを押します。そして商品の情報を入力していきます。自動でこの AI が判断して入力してくれるところもあるんですが、全てではないので自分で漏れがないように入力していきます。ブランド、商品の特徴、商品の状態、少し汚れがあるのでやや汚れや傷あり、商品名と商品の説明を入力することができました。商品の説明のところにはいつ購入したか、あと何回ぐらい使用したか、あと汚れとかがあったらそのことも記入しました。で、箱や説明書もないことも記入してあります。で、スペックと特徴は公式サイトの情報をそのまま載せました。次に発送方法についてです。発送は、発送料は出品者が負担した方が売れやすいと思うので出品者負担にします。で、発送の方法は匿名配達ができる楽々メルカリ便と悠々メルカリ便を主に私は使ってます。出品する商品のサイズによって金額が変わってきます。今回は楽々メルカリ便でいいと思うので楽々メルカリ便を選択します。最後に価格を決めます。価格はメルカリ内の中でこの同じ商品がいくらで売られているかをリサーチして決めます。前もって決めておくと便利です。私はリサーチした結果だいたい1万円前後で売られていたので1万円にしたいと思います。で、1万円で出しても売れなかったらどんどん値下げしていこうと思います。はい、1万円と入力します。これで出品ボタンを押せば完了です。出品完了です。はい、これで全ての出品が終わりました。ちょっと数が多くて大変だったんですがコツコツやってついに終わりました。私の予想ではプリムス の, ストーブが一番早く売れるんじゃないかなと思います。あとトレッキングポールも、結構いい値段ですぐに売れそうな気がします。はい、いくらで売れるかとっても楽しみです。それでは次は商品が売れた時にお会いしましょう。まず寝袋が売れたので寝袋を梱包していきます。汚れがないか最終チェックをします。中の部分はもう確認済みなので袋の中に入れました。この状態で購入してくれた方に送ります。まず雨とか水に汚れとかに濡れても大丈夫なように透明の袋に入れます。よし、これで段ボールに入れていきます。ちょうどいいサイズの段ボールがあったのでこれに入れます。できるだけ段ボールは小さいサイズの方が送料が安いのでぴったりのサイズを探して入れます。家にちょうどいいサイズのものがありました。で、段ボールに隙間ができるので紙とかを詰めて動かないようにしていきます。このシェラフは、出品して1時間以内に売れました。こんなに早く売れると思わなかったのでびっくりしました。値下げ可能か聞かれたんですが出品したばっかりなので断りました。これで断ったことで売れないかなと思ったんですが無事に購入していただけました。この購入者とやり取りできるところがメルカリの面白さだと思います。完成したと思われたんですが蓋を閉めると蓋がシェラフに当たってしまうのでプチプチを上に置くことに決めました。これで完成です。完成しました。これで明日大和に出しに行ってきます。終わり。
トレッキングポールが売れました。なのでこれを梱包していきたいと思います。まず汚れや傷がないか最終チェックです。いいと思うので包んでいきます。透明な袋に入れます。トレッキングポールはこのままだとなんか折れてしまったりするのが心配なので、このプチプチにも包んでいきたいと思います。こんな感じです。これだけ包めば大丈夫だと思います。で、箱に入れてこのまま送ります。また隙間が空いてしまうので、そういうのは紙とか乾燥剤を入れて、緩衝材を入れて補強していきます。どうしようかな。このトレッキングポールも早く売れると思ってたので、やっぱり早く売れました。値引きもしました。でも買ってくれた方がなんかこれを探してたみたいなので、よかったです。ちゃんと使ってもらえる方に売れて嬉しいです。はい、こんな感じです。これで蓋をしてヤマトに持っていきたいと思います。ザックのレインカバーが売れたので、これを梱包していきます。ザックのレインカバーは専用の袋に入れると厚さが出てしまうので、専用の袋に入れずにこの状態で送りたいと思います。 A4 サイズの封筒に入れて送るので、小さめにまず畳んでいきます。でこの封筒は中がプチプチが入ってるので、このままこれを入れたいと思います。このレインカバーは撥水が今どんな状況か教えてくださいと言われたので、ちょっと水に濡らして撥水ちゃんとしてますよっていう写真を追加しました。そしたらその撥水状況を聞いてくれた人が購入してくれました。はい、こんな感じですね。これで郵送したいと思います。プリムスのバーナーが売れました。これを梱包していきます。少しなんか汚れあるので拭いていきたいと思います。メルカリの方にはちょっと汚れありますと書いてあるんですが、一応最後粘って拭いてみたいと思います。はい、確認と汚れ拭けたので付属の袋にまず入れます。なるべく小さくして、よし。今回はこの状態で送りたいと思います。プチプチに包みます。このプリムスのバーナーももっと早く売れるかなって思ってたんですけど、意外となかなか売れませんでした。値下げして売ることができました。今回はこの宅急便コンパクト専用ボックスで送りたいと思います。で、封筒とかで入れるとちょっとこれ壊れてしまいそうなので、ちゃんとした段ボールに入れて送りたいと思います。この宅配コンパクトボックスはコンビニで購入してきました。これだけだと隙間があるので動かないように、紙を入れて動かないようにしていきます。こんな感じで梱包できました。これで蓋をしてヤマトに持っていきたいと思います。よし、完成です。モンベルのクーラーボックスが売れました。なのでこれを梱包していきます。これはそれぞれ別々に出品してたんですけど、2個セットで買いたいという方が現れたので、なんか新しく別ページを作って2個セットで買ってもらいました。はい、これどうやって梱包しようかと思ったんですけど、この大きい方にちっちゃい
クーラーボックスを入れて送りたいと思います。そういう形で送りますと、購入してくれた方にも言っておけばいいと思うので、はい、ちょうど入る大きさの箱があったのでこんな感じですね。こんな感じで蓋をして送りたいと思います。よし、完成です。こんな感じです。完成です。オスプレイのザックが売れました。一番売れないと思ってた85が売れたのでびっくりです。これを梱包していきます。もう背負う部分を段ボールの後ろ下にしようと思うので、このベルトとかが壊れてしまうと心配なので、ここの部分プチプチで巻いていきたいと思います。よし、こんな感じです。それで段ボールに入れて送ります。入れてみたんですけど、この高さは、長さかはぴったりだったんですけど、横がずれてしまいそうなので、この緩衝材を入れたいと思います。こんな感じです。こんな感じです。これで蓋して送りたいと思います。完璧です。 OK、 オスプレイのザックが売れました。これを梱包していきたいと思います。まずこのベルトの部分にプチプチを巻いていきます。ここ衝撃で壊れたら困るので巻いていきます。このザックは私が初めて買ったザックなので売るのもったいないんですけど、無事に売れてよかったと思ってます。はい、これでビニール袋に入れていきます。こんな感じですね。これで箱に入れていきます。これで上にプチプチを引きます。よし、完成。こんな感じでできました。これで蓋をして送りたいと思います。完成です。 OK、 ノースフェイスのリュックが売れました。もうこれは綺麗にしたのでビニール袋に入れてあります。この状態で箱に詰めていきたいと思います。箱は120サイズのものです。この箱にぴったりです。で、両側に隙間あるので新聞紙を詰めていきたいと思います。このザックは一番いいねがついた商品でした。なんですけど、なかなか売れなくて、予想してたよりも安い金額で売れてしまいました。はい、こんな感じです。これで送っていきます。このザックはですね、最初なんか6000円で買いたいですっていう方がいて、その時断っちゃったんですよね。出したばっかなのでって言って、でも結局売れたのが5500円なので、その6000円って言った時に売っちゃえばよかったなって思いました。そういう判断したりすると楽しいですね。楽しいことの一つです。よし、完成です。これでヤマトに出しに行きます。レンズが売れました。これを梱包していきたいと思います。もう写真を撮った時にクリーニングレンズ綺麗にしたので、このまま梱包していきたいと思います。箱があったので箱に入れてプチプチで包んでいきます。
レンズはもっと早く売れるかなと思ったんですけど、意外と早く売れませんでした。時間が意外とかかりました。やばい、プチプチが足りませんでした。わあ、ミスった。わあ、どうしよう。プチプチを切り取りました。これをこうしたいと思います。破壊しちゃう。よし。あ、レンズは箱の中で一応ビニール袋にも入れてあります。買った時のビニール袋があったのでその中に入れてあるので、もし濡れても、もしこの箱が濡れてしまっても大丈夫だと思います。はい、こんな感じです。で、箱に入れていきます。ぴったりです。これはおー、ジャストサイズ、ジャストサイズです。次に乾燥剤を入れときます。あ、入んないな、こうか。よし、こんな感じです。これで送りたいと思います。また箱ぴったしだ。箱ぴったしなので、箱ぴったしに入ってるので、開けるとき気をつけてくださいと連絡しておきたいと思います。フィルターが売れました。これを梱包していきたいと思います。フィルターはもう掃除してピカピカになっています。で、まずプチプチに入れます。で、これ封筒で送ってしまおうかと思ったんですけど、ね、割れたら困るものなので、ちゃんと段ボールに入れて送りたいと思います。で、このままだとスカスカなので、周りに梱包材を詰めていきます。これはもっと早く売れるともかなって思ってたんですけど、意外になかなか売れなかったです。こんな感じです。これで蓋を閉めて送りたいと思います。商品はすべて売ることができました。それでは売上金額を発表したいと思います。売上金額は235,100円です。利益の方が202,980円になりました。カメラ機材を除いた売上金額は98,400円になりました。利益が81,150円になりました。ハイパーライトマウンテンギアのざっく分売り上げることができました。これでザック買った分はチャラになりました。今回高く売れた商品として、カメラレンズとザックオスプレイの、イーサープラス85が高く売れました。レンズの方は買った時の箱と、あと付属品も全て揃っていたので、他の出品している方より少し高く売ることができました。すぐ売れたものとして、シェラフとトレッキングポールとオスプレイのイーサープラス85がすぐ売れました。シェラフは出品したその日のうちに売ることができました。少し価格が他のものより安かったなと思っていて、もう少し高い値段でも良かったのかなと思います。この価格を考えたりするところがメルカリの難しいところでもあり、楽しい部分でもあります。トレッキングポールに関しては、いいねがたくさんついたので人気のあった商品だったみたいです。意外だったことは、オスプレイのイーサープラス85のザックが私が出品したザックの中で一番早く売れたことです。メルカリ内で同じイーサープラス85のザックが誰も出品されてなかったので、なんか需要ないのかなって思ってたんですが、一番早く売れたのでびっくりしました。なかなか売れなかったものとしては、オスプレイのエアリアル60のザックとノースフェイスのザックがなかなか売れませんでした。で、オスプレイの60のザックは私が最初に買ったザックで思い出があったので早く売れてほしいと思ってたんですが、あまり
早く売れなかったです。売る時期を春とか登山シーズンとかにすればもっと早く売れたのかなと思います。でもオスプレイ の, あの85のザックは早く売れたので、まあ、価格設定とかの関係で遅くなかなか売れなかったのかもしれません。今回は使わなくなった登山道具を全て売ることができました。1ヶ月ほどで全て売れました。出品したものが多かったので写真を撮ったり商品の特徴を入力したりと地味な作業が多かったんですが、私が使わなくなったものを誰か必要としている方に売ることができてとてもいいことだと思いました。今シーズンの登山に向けた資金調達もすることができました。これからもメルカリをたくさん利用していきたいと思います。はい、今回の動画はここでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。バイバーイ。